バイクショット、こんにちは、イコスラグの中のトポトトポネです。はい、まずはこちら、ダン、ただいかさんアンケート結果発表、誰が1位になったんだ、誰だというわけで、以前ね、動画で募集しておりました、はい、好きなキャラとか兄弟にしたいキャラとか、はいはい、恋人にしたいキャラとかとかいろいろ皆さんの、ね、妄想を、ね、いただきましたので、はい、それを発表していこうと思います、うん、まずは行きましょう、はい、あなたの好きなキャラはこちら、はい、というわけでこのような結果になりました。もう大体天使、うん、天使とパンドラ、そうですね、うん、いやー人気だね、なんとかエルなんとかエル人気だよもう全部限定キャラですよ、ね、うん、そうです ね、 ね、そうです、まあ、そうですよね。ルシファーはですね、まあ理由がね、うんうん、投稿者テルさん、はい、気づいたら好きになってました、はい、テルも気づいたら、はい、ここにもいるからね、ここにもいるからね、とかとか、はいはい、パンドラはですね、うんうん、アッサーさんはね、はい、もう存在が尊い尊いね、確かに存在が可愛い、確かに確かに、パンドラ、俺を応援してくださいとかね、あしてますよ、そういう系ね、そう、応援されたい系男子がね、やっぱりやっぱりってね、はい、言われたいことですね、しておりました。みんなの妄想すげえな、すごいよやっぱこういう女子がさ、モテるわけだよね、うん、そういうことだね、みんなね、ルシファー、パンドラ、どっちかね、自分の合う系統を見つけて、女の、ね、はいはい、女の子の皆さんは精進していただければ、頑張れ頑張れ、どっちかとそっちかなちょっとルシファーなれへんかなはい、じゃあ続いていきますか、続いていきましょう、続いてはあなたが兄弟にしたいキャラ、ランキングはこちら、はい、はい、というわけでこのような結果になりました。またもや上位ルシパンがすごいですね。すごいね、ルシパン人気、兄弟だから、うん、ルシパンは、うん、やっぱお姉ちゃんとか、あの妹は嫌だねツンツンお姉ちゃんじゃない、やっぱりお姉ちゃんだよね、うん、多分意見多そうですよね、はい、あー、なんかパンダラはやっぱ妹かな、だろうね、うん、お姉ちゃん嫌だね、うんうんうん、結構ドジっ子なところが可愛いとかね、パンドラロイさん、ドジっ子なところが可愛い、どんないたずらをしても許しちゃう、あ、じゃあちょっとパンドラの方があれかな、いいかな、いや、なりたいね、なる分には、なるにはね、ちょっと見た目がちょっとね、追いついてないけどね、あとね、気になる3位ね、うん、龍馬とかね、お兄ちゃん系への需要がね、期待入ってきてますね。でもアニメとか見てると、うん、確かに龍馬お兄ちゃんだといいよね、いやしたい、あのふかふかの人やりたいもん、ふかふかにふかふかにね、踏み回るのがふかふかにねとか、アルカディアとかも ね、お兄ちゃんで、うんうん、理由はね、一緒にゲームをしたいから、おー、やっぱゲームしてくれるお兄ちゃんいいよね、確かにね、一緒に妄想したいってことですよね、うん、はい、というような結果になっております、はい、はい、では続いていきましょう、うん、続いては恋人にしたいキャラ、誰だ、はい、というわけで、はい、このような結果になりました、またもや、いやもうルシファー先輩ちょっと強すぎません、やばいね、ね、みんなのいろんな、まあ確かにね好きだから恋人にしたいって言ってますよね、あ、なるほど、でもここでパンドラさんがいなくなるっていうのが面白いですね、あ、確かにね、彼女にはしたくない、妹ぐらいにしてきたいよね、妹ぐらいがいい、うん、今ラファエルということで、うん、なるほど、ね、癒されそう、シロさんも大好きだね、シロさんも大好きだね、うん、そうですよね、そうですよ、はいはいはい、はい、3位は蓬莱ですね、あ、なんかちょっとなんていうの、生徒会長的な、うん、そういう雰囲気ね、なんか理由がですね、理由、制服の遊園地デートがしたい、確かに制服ですね、いいないいな、もう一生できないよ、いやできないねしたこともなければ できることもないだろうっていう唯一の、いいな、はい、確かにね、その妄想広がっちゃうだろうなですね、うん、とかとかで、確かに恋人にすると元気もらえそうな子とか、うんうんうん、癒されそうな子がね、大事にしているような感じですね、はい、ことでね、いろんな、ね、うん、どんなデートしたいかっていうのもね、うん、募集してたと思うんですけど、こちらはやっぱね、1位は遊園地、へぇ、なんですよ、ルシファーで遊園地、一緒に行ってちょっとツンツン、ちょっとなんかキャーとか言ってる、あ、ギャップ、ギャップなさそうブレずにやってそう、お化け屋敷とかで、ね、うやーってなる、なーってなった瞬間にもうあれやから大号令大号令起きてるからで、2位は映画、
映画館ちょっといろいろ妄想してるじゃないですか。なるほど。映画館ででもそんなにコミュニケーション取らないけどね。ちょっとあの内緒な感じがいいんじゃないですか。内緒な感じ、こしょこしょな感じが、あの暗闇の中でちょっと手繋いだりみたいな、そう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 、なんていうことでしょう勝手な妄想で3位が水族館。おお、あ、水族館いいね、うん、なんか魚っていう鑑賞物があることでなんかあの話題がね、お魚さんがね、お魚さんがね、あのわかわいいねとかね、うんうんうん、話のネタに尽きないですから、うん、そうね、うん、美味しそうだねとかね、デートとかにはいいかもしれない、ね、うん、いいと思いますデートスポットについてのなんかコメントみたいになっちゃってるけどまあ、あと4位ショッピング、5位おうちデートという感じでございました、はいはい、面白い、うん、みんないろいろ妄想してんだなっていうのがよくわかりました。結局おうちデートだと思うけどね最終的におうちデートそれどういう意味で、え、なんか結局みんなモンストずっとやりたい、あ、そういうことね、そういうことじゃないと思って、いろいろ想像しちゃったね、そうなんで、どういうこと、どういうこと、ということで最後いきましょう、はい、4、腕枕したいまたはされたいキャラはということで、こちら、はい、ということでね、はい、またもや、うん、いや、もうもう強すぎますよね、ルシファー先輩、みんなすごいですけどね、うん、まあね、なるほどね、理由としてはですね、うんうんうん、トリガーさんはね、うんうん、いつも上から目線のルシファーの意外な一面が見れそう、おー、だったりとか、推しの EL さん、はい、ルシファーの顔をじっくり見てあまりジロジロ見るなと言われたい、うわー、変態ではありません、変態だね変態ですって言ってるのもね、はい、とかとか来てまして、みんなすごいね、ここでなんかね、うん、テキーラが入ってきましたね、入ってきたね、うん、3位、それもう、うん、もう本当に 腕でいいの、腕、どういうこと腕と見せかけたみたいなね、うんうん、はい、ありますけども、こうやって、うん、こうやって見るってこと、そう、いや、見る見るというか、もうそこで寝たいんじゃないかなっていうね、あ、いいね、そう、寝るところがないから、でね、ここね、理由もね、うん、書いていただいてるんですけども、うんうんうん、ホルモンさん、はい、理由、絶対やばいから、何がだおい、そしてガッツさん、はい、言わせんな、言うぞなどなど、何かちょっとね、怪しいかなと思うようなランキング結果になりました。ちなみにこう、うん、男性、今回ね、女性キャラがバーッと入ってましたけども、うん、男性の1位は、うん、ヨミだ、あ、分かってるで、あの、ひなもこさんがですね、うん、あんなイケメンに耳元で罵倒されたい、分かる、 M ですね、 M ですねいい M ですよ、いやみんなの妄想すごいよね、分かってるね、投票腕枕とかしたいもんね、投票腕枕、なんか投票ガチャの投票腕枕バージョンだったら1位だったのと腕枕できるみたいなそしたら闇様とできるじゃんと思って、どうしたのかなあれおかしいな、みんなの妄想にちょっと頭が持っていかれちゃったどうしたのかなということで、はい、またね、うん、いろいろやったりしてね、ですね、うん、なんかランキング系、うんうん、今回またこうミルクとかも出てきてますから、またちょっとね、うん、推し面が変わってきてる方もいるんじゃないですかね、変わってきそうですよね、うん、ということで、うん、また定期的にやれればと思っております、うん、はい、以上、じゃじゃーん、ドラッカーズアンケート結果発表でした。皆さん投票ありがとうございました、ありがとう、バイバイ。この度モンスターストライクは4周年を迎えました。いつもモンスタープレイしてくれてありがとうございます、ありがとうございます、ありがとう。